してないフす。<laughs> もうすごい優雅な一日でしたブラボーさんおめえマジそれなえー、取ればよかった国立うう,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 う <laughs> 泣いてる泣き声 <laughs> 明日あし近距離で見れるという見るでということねじゃあ明日までに直します <laughs> 無理 岐阜のムーン選手が北朝鮮代表に選ばれたねということでえそうなんですよ皆さん FC 岐阜のムーン・インジュ選手っていうめっちゃ最近スタメンとかで出ててめっちゃねディフェンダーの選手だった気がするんですけどめっちゃねパスとかの精度良くてねすごい注目の選手なんですけど今度日本代表と戦うんですよすごくないてか岐阜に現役の代表選手がいるのすごくない 明日岐阜さん行ってくるわーということで明日はどことだっけ今治はまだあとかファスナーを上まで締めるとどうなるかっていうと顔が消えます <laughs> 顔何かえりトマいなんだけどえりトゲみたい。 <laughs> ええええ,えおもろ <laughs> どこまで開けるのがベストなんだろうね難しいですこの洋服でも可愛い,い <laughs> なんか、幕張でいっぱい話できますか。幕張メッセ。全完売だったみたいで、今回、ありがとうございます。嬉しい。感謝です。う、う、う,う、嬉ううしい。<laughs> あ、F. C. 大阪。周囲やん、周囲。 FC 大阪めちゃ調子良いんですよ皆さん知ってますかえぐいからねそそこに勝ったら結構デカデカですね嬉しいな明日は会場の中が暑そうということでじゃああれ持っていきましょうハンディファンか中坂のジャンボうちわを持ってって中ちゃんにあおいでもらう <laughs> 最近悪いことばかりでな何もいいことない何もいいことない本当に じゃあ中坂が今日ハッピーな一日にしてあげる <laughs> こんなにこんなに嘆きクするなんて激レア日ですからね <laughs> イエーイ明日の午後車いすレーンで会おうねということで待ってるね だかからなん五分が思ったより集合がゆっくりだからちょっとちょっと嬉しい、うん、<laughs> 会社のグランパスオタは現実逃避してたよということ。 現実逃避ななんかしなくていいですだって明日から明日から30連勝くらいする予定なんでよろしくイエイイ激レアですよ明日のお洋服決まった明日はあのプリチーコーデ <laughs> プリチーコーデとブレザーです 今年花花粉粉ななないえ、最近花粉、ね、大丈夫なのなんかピークあったんだけど今は落ち着いてます比較的に優しさが染みてるいいですねむちゃ軽い軽いっすか本当にいいこと今日何したかな今日は最高の日あだからだ最高だからです <laughs> ん 明日レースる対グランパスの試合見てくるだってえグランパスファンですか全力でグランパスの応援よろしくお願いします <laughs> 久々の夜行バスで名古屋に向かいます残念ながら中ちゃんの件取れなかったというじゃあ次の機会にぜひ会いに来てください夜行場大変だと思うけど気をつけてきてくださいねいつの間にかじゃんけんに負けてた中坂さん 私今から第2回戦もいるから見てねってツイートする予定だったんですけどおれれれれ今勝ちは調子いいよということでその練習今結構首位にいるんですよ勝ち点差で、あのー、2位だけど勝ちうん勝利数は多分1位と並んでるんですけどその練習練習というかその調子の良さウランパスが。 止めさせていただきますチケフルもを受け取ったので明後っていくねということで楽しみにしてます期待を込めてグランパスの今季初ゴールは誰だと思いますかということで、えー、私は明日出場感じだった明日出場すれば J リーグ通算出場回数が100試合目になる山岸選手と酒井選手に期待してます明日は <laughs> レイソルサポだった。レイソルサポだった。き <laughs> ます。きます。あ、レイソルの。細山尾選手。アンダー二十三日本代表選手術おめでとうございます。パチケチチ <laughs> ホルゲットしてください。ツーショットまだ残ってるか、らぜひユニレンマンしようということで、え、塩ユニ。きて、きて、きて、きて。 レースルサッパだけどスタジアムで中ちゃんと生写真と一緒に撮るねということあ中ちゃんあのぜひあのあそこ日立台って読むんですか行きたいのでそれぜひポストポストしてくださいチケホルってどう使うのが正解なの ここにチケットを入でかわいい中坂みゆちゃんを正面にしてチケットを入れていただくのもすごいおすすめですし生写真推しが例えばサイン会とかに参加してたら推しのサインしてもらった生写真を入れてなんか名前絶対書いてあるじゃないですかサイン会のやつってその名前をこう自己紹介代わりに見せてくれるファンの方もいますし中坂はとりあえずもうあの握手券を入れて使ってました。多種多様でも今回の あのー、グッズマジでここが可愛くて <laughs> あの美人もいいんですけどなんかさがこんな顔してるんですけど美人もいいんですけどあのここがめっちゃ可愛いからマジでゲットしてほしい <laughs> そう <laughs> チキホルッ いつ物販に行っても売り切れてるんだけど販売してるということであの中坂みーちゃん結構激レアキャラなのかなんか人気者なのかありがたいことにいつも完売なんか最初の方の多分トーク会とかは結構完売してることが多いので是非一部とかからいるよって方がもしいたらその早めに行っていただくとおすすめですそして今回の中坂みーちゃん激美獣が良くてマジで絶対にゲットした方がいいので是非。ぜひ 本能さんが中ちゃんは妹や家族と仲良くしてくれてマジでいい人と言ってましたじゃあお返しであの中坂こんなぼっち中坂と一緒に仲良くしてくれるほののさん家族マジでいい人ですガチでもう私結構本能のさんの家族大好き <laughs>、はい、いつも中坂の話をいっぱい聞いてくれて中坂の知らない話をいっぱい教えてくれてすごい感謝してます <laughs> そうそう サッカーの話じゃななくてもなんかなんか中坂最近結構なんか知識増えたから何の話でもできるような,なんか気持ちはそうなんか気持ちは何でも喋れるみたいな英語以外喋れるみたいな感じそうあミュースカイですか皆さんミュースカイで来てください <laughs> 長坂美羽ちゃんの時間にしか行かないから遅いんよねきっとあでも長坂美羽ちゃんのことがそれだけ大好き長坂美羽ちゃんしか見えないってことだもんね長坂の家にあるチケホルをみんなにあげたいよ <laughs> パパ坂とかが持ってきてくれないかなプリンターの上とかにあるんだけどパパ坂とか持ってきてくれないかな見てるよね <laughs> そう みなさんあっみかんぜん TV 祭り当たったおめでとう外れちゃったって方もいたからさねあれですけど当たった方はおめでとう皆さん次のみかんぜん TV 見いますよねもちろんえぐくない予告見た人いないの <laughs> 予告見た人いないのみかんぜんのええごかったくねえなかさかう予告だけで10回見たから 明日までに話すこと考えないとということそんなあの考え込みすぎないようにフランクに来てくださいぜひ <laughs> ホーム勝利してないからなん勝利ホーム勝利ホーム勝利勝利うん <laughs> <laughs> はいえあのさプリンターの上のグッズ持ってきてほしいのおおほらグッズ <laughs> <laughs> あそれままさかが来てくれました5月の話すことも今から考えてる嬉しいあんまり期待はしないでほしいんですけどあのシーンがもう大好きすぎて10回くらい見た。 マジで美女よ。え、これドイツ人物じゃないでしょ、絶対 <laughs>、うん。何がそんなにいいんだろう。触覚かな、長いね、この時。あ、でもカラコンもあるかもしれない。あ、見えないね、あ、んまちょうどこう、間近にある方、はぜひ見てください。カラコンかな。カラコンして初めて撮ったかもしれないんですよ、生写真系。 顔は丸いんですけどとてもね可愛いい <laughs> ちゃん押してからなぜかフォロワーさんが増えた相乗効果ですわっしゅ話すこと,こと考えた方がいいのえ全然なんかそんな気負いせずにフランクに来てくださいだこっちが一方的に喋ってよかったら一方的に喋ってるから <laughs> みっちゃんアテンド商品のうち南蛮エビせんべい以外を制覇しましたということすごい早っえほら見て首がかわちいのえっかわちいこうさりげな SKE48 かわちいえめっちゃ可愛い匂いはなんか匂いはします <laughs> 匂いで思い出したみ明日ねあのねあれ買ってきた刺繍買ってきた って買ってきたからいい匂い漂わせてレンでお待ちしてます長坂はえ皆さん聞いててくださいねえ握手会は5部は端から2個目です端から2個目トーク会は端から2個目です1 <laughs> じゃない方の端から2個目ね握手会も1じゃない方の端から2個目で握手会キューブだけ端ですよろしくお願いしますアズアズの隣とかありましたよろしくお願いします みちゃんはあのレーン大同枠なんですよいつも <laughs> そうフフフあさってはあさっても同じじゃないわかんないけどあさって見てないまだアズわの隣が一部だけあった気がします <laughs> やっぱりメイクの方向性じゃないキャンキャンの時とかもよかったしもっとふんわり系のメイクの方がいいかもしれないあふんわり系のメイクねなるほどねマジでかわいいなお前かわいいなすごい長さ調整できるあできないかでもかわいい ちょっと長いですね、長さが。<laughs> マジで可愛いのね。ぜひ。ゲットしてください、明日。あとネームプレートもあります。 隣のレーンってどこまで見えんでもパーテーションないから今なんか結構無限に見えるよ中坂の視力が良ければ3連4連先くらいまででも今日はコンタクトがもうなくて家に結構これ致命的ガチで結構困っててもう明日と明後日はカラコンでねぶち皮なんですけど明日明後日明しあさまでカラコンでぶち皮なんですけどコンタクトクリアコンタクトがもうなくて家に今今日ちょっと動画弱いやつを使ってみたら なんかダメ <laughs> 当たり前だけどさダメですなんか日常生活に支障はないけどえ遠くが何も見えないみたいな思ったからちょっと明日はちょっとカラコンぶち込みますふふふりですそう よ泉よまるうちゃんが並んでる。はちきれんじゃん。昨日また一つ星撮ってしまった。おめでとう !Happy birthday to you!Happy birthday to you!Happy birthday, dear hum, s a n h a p p y birthday to you! お誕生日おめでとうございますおめおめ本当ほんとは、中坂みゆちゃん中坂みゆちゃんが、 にお祝いしてもらうために最近戻ってきたでしょショールームね本当は中坂美ゆちゃんに戻りたくてうずうずしてるんでしょってことは今日ここでお祝いしてもらって一生契約を果たしたら中坂美ゆちゃんのところに戻ってきてくれるってことだよねということでお誕生日おめでとうございますはい中坂美ゆちゃんのこと一生押してくれますよねもちということでありがとうございます <laughs> ということで、えー、次の幕張のイベントはツーショットがあるので5月の25とか <laughs> 5月25とかにあるのでぜひ幕張で6月の誕生日すぐ終わったと1516中坂美恵ちゃんの誕生日付近にもぜひ道具会幕張にあるのでぜひ遊びに来てください <laughs> 一生中坂美推しだよねー お誕生日おめでとう <laughs> そこの方めっちゃおもろい方なんですよ皆さん <laughs> まだ中ちゃんネタでいじられてるんですかすごいですね中ちゃん5月まだ買ってないなくなっちゃう前にゲットしてね <laughs> おめでとうなかちゃん飽きる様子ないよねってえ嬉しいそんなこと言ってもらって嬉しいありがとうございますなかなかタイミング合わなくて会いに行けていないということで来れる時に来ていただけるのが一番ですから皆さん無理はせずに来れる時にぜひ遊びに来てください僕のギャグどうでしたということで あなたはいつでもおもろいと思います早く遊びに来てね遠くかい七7分やべえなマジかと <laughs> あれ見て焦ってる人がいるないいんですでもみんなが列を途切らせなきゃってくれる言えなかったねみんなが列を途,げ途切れさせなきゃってくれれば 他の例を見ることみ,みんなのことを見ることしかないからみんなが列を途切らせなきゃってくれればいいんだよ <laughs> <laughs> あそこもまめは継続中だって、えー、ありがとうございます最近ほとんど途切れてないじゃんだからみんなが途切らせな <laughs> 途切らせないでくれればもう みんなしか見えないからみんなが何年にいるかわかんない。<laughs> うん途切らせなきゃだっけわか, <laughs> かんない <laughs>。大行列でお願いします。あ好きを与えないそれですね。日本語むずいよね <laughs> あ。あ今日本語喋れてないって思って思われましたもしかして。 あのなんか先日なんか海外の方に話しかけていただいてあの道案内というかなんか「これどこにあります?ここ」なんか「どこですか?」みたいな <laughs> 聞かれてでも,あの英語でもなかったんですよ多分アジア系でそう,そうアジア系の国の方で英語ではなかったんですけど。 で、なんか英語ですら聞き取れない中坂が英語と日本語以外の言語をまあ聞き取れる能力がう皆無なわけですよ <laughs> で。でなんか「ウェアウェア」where, where? みたいな「ウェア」って言われて「ウェア」where? 聞いたことあるのなんかどこにみたいなで一緒にいた子が「えど,こにですよどこに?」ですよどどここににみたいな「<laughs> どこに?」って言ってるみたいな感じだったから「あどこに?」って「これどこに?」みたいな多分ず,ずっと聞かれててでも。 なんか、めっちゃ遠くのところですみたいな。<laughs> 結構さ、なんか日本語すらも怪異文なんだけど、なんか、めっちゃ遠いんですよこれみたいなって言いたかったんだけど、遠いって何て言うのみたいな。遠いって何て言うんだろう遠いって何みたいな。遠い遠いって言ってんだけどさ、英語も伝わらないのに、英語も出てこないし。<laughs> もう、テンパっちゃって。なんか、え、なんか遠い。 ここじゃないここじゃないみたいな <laughs> やばいよねなんかなんて言えばいいのか分かんなくてなんかもうめっちゃ焦っちゃったのあーあーちょ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 っと待ってちょっと待ってみたいなえなんか遠い遠いここじゃないここじゃないの <laughs> 誰でずっとやったのに <laughs> 日本語しか出てこなくてどう,いうどうしようどうしようってめっちゃテーンバってって言って携帯出して「ディスディスディス」みたいな <laughs>。 マップをね出してマップ出して「ディス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 」「なうナウナウナウここナウここ」みたいな「ナ <laughs> ウここ」「ディスディスディスここここ」みたいな「んでナウナウ」uh, now, now? Uh, 遠「遠い遠い」uh, no,「ああ s うで s ねここここ」みたいな <laughs> もう最悪でした <laughs> その方が無事にたどり着けていたらよかったんですけど絶対にたどり着いていないと思うのです、えー、ごめんなさい聞く人を聞く人を間違えてごめん聞くなん,かなんか英語できそうな雰囲気でいてごめんなさい <laughs> もう最悪だこれを機に英語勉強しなきゃなって思いましたね もうね反省 <laughs> 明日生誕シャツに署名していきますねわありがとうございます多分一生さまよっていることでしょう他の人に聞いてくださいぜひ <laughs> <laughs> なんか私が持ってるものを

お <laughs> 誕生日おめでとうございますまあね対照的ですよねさっきの方とはもう中坂しか見えない中坂への愛がまっすぐストレートで165キロもう大谷翔平選手もびっくり165キロでこう中坂への愛をねブーンとぶつけてくれていて嬉しいです えー、もっともっともう目指せ200キロくらいのスピードで中坂美羽ちゃんのことをこれからも愛してくださいガチ恋ウェルカムですお誕生日おめでとう <laughs> おめでとうおめでとう今 <laughs> 10日前もお誕生日だってそれはお祝いしなきゃ。 ちょっと待ってこのこのお祝いムーブが一段落したらお祝いさせてくださいぜひそのスピードの愛はちゃんと受け止められるのいや、ま、だ私大谷翔平選手のボールも多分キャッチできます <laughs> <laughs> ありがとうございますということで一生中坂推しだよねということでこれからも末永く中坂美優ちゃんを応援して 目指せ二百キロで、お願いします。うん。う <laughs> ん。おめでとう。ちゅ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 。 いいですね元気があってとても良いえー、じゃあ10日前の子もお祝いさせてくださいいきましょうせーのハッピーバースデイトゥー,ユーハッピーバースデイトゥー,ユーハッピーバースデイリアンフンちゃんハッピーバースデイトゥー,ユーお誕生日おめでとう、えー、ということでお誕生日おめでとう なんでもっと早く言わないの <laughs> ということでね激レア中坂界隈激レア女の子です。<laughs> はい、すごい中坂のこと好きでいてくれてありがとう。<laughs> えー、これからも、えー、中坂美もちょっと同性ファンを増やしていけるように頑張りますのでねまあ立役者というか。 長坂さんにはちょっと女の子のファンの方がちょっと両手を数えられちゃうかなくらいしかいないんですけどあの <laughs> これから増やしていくのであの是非あの第一人者みたいな感じでこ,う <laughs> これからも長坂美ゆちゃんと一緒に楽しい人生を過ごしていきましょうね。これからもでもずっとなんかさ分かんない分かんないけど他ののしを見ないんだよねあんまり。 そなんて言うんてうですか SKE で中坂以外の推しを見かけないのでもしかしたら中坂みえちゃん楽しなのかもしれないんですけどまあこれからも末永く中坂みえちゃんのことよろしくお願いしますね <laughs> はいおめでとう <laughs> はいおめでとうです <laughs> そうもう一人マジでめっちゃねずーっと長坂のことを応援してくださって女の子がいてでこの方も去年一昨年くらいからすごい長坂みゆちゃんラビューって感じで嬉しいです <laughs> <laughs> そうまあそうですね最近は。 なんかあのこの方はもともと中坂の卒業してしまった同期を応援してくれた方なのでいいことがありましたねということで「共に応援してください」<laughs>「共にいいことあったから共に応援してください一生」「誕生日おめでとう」<laughs> いや嬉しいですね久しぶりじゃないこんなにたくさんのさお,お誕生日お祝いできたことが嬉しいよ中坂は。 うれしいよでは私もついでに誕生日の契約をお願いします2週間過ぎて <laughs> おめでとう Happy birthday to youHappy 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 birthday to you ハッピーバースデイトゥーユーお誕生日おめでとうお <laughs> 誕生日おめでとう過去2週間前なんでもっと早く言わないのなん <laughs> でもっと早く言わないの契約にビビってたんですかもしかして自分は契約者をカ,カウントするんですけど自分の誕生日はちょっとビビってた系ですかもしかしてえそういう系ですよね絶対そうですよねお誕生日お <laughs> めでとうございます だって2週間前ってギリギリ3月じゃん。ギリギリ3月だけど。<laughs> えだしほぼ毎回いらっしゃいますよね。<laughs> そう。ん？<laughs> いやまあでも嬉しいですよ。よそうやって言ってくれただけだよね。まあ、こすごいあの中坂の謎情報をたくさん持っている人なので、うん多分中坂がショールームで話したこといちご一く一メモしてるタイプの人だと思うんです。<laughs> なんか本当に中坂が言ったとか中坂がやったことを何でも知ってる人なのでこの人に中坂のことを聞けば多分間違いないんじゃないかってくらいすごい中坂のことを知っています中坂が知らない中坂のことをもう知っていますうんなので是非これからも中坂の謎情報を収集してえ中坂中坂マスター中坂マスター になってくださーい。一生泣かさかん推しー。お誕生日おめでとう！ちゅちゅちゅまあ、3月中ならオッケーにしましょう。あの未来はダメ未来は未来で教えてね。あの3月1日まで。<laughs> 1日から今日まで誕生日で申告漏れです。確定申告も今日まででしょ。確かだから申告漏れです。っていう。あなたぜひ おめでとう今日は4人目のお祝いですペナルティペナルティ言わないけど、お祝いされたいでしょうフしに。 あと2週間で JK 卒だねということで <laughs> それな早いよえ2月はちょっと来年お祝いさせてまた絶対に申告漏れしないでね来年は先ほど10日誕生日出したって方いたえ本ほんとコメントの流れがすごい早い誕生日の時本当 <laughs> ほんとだ おめでとう !Happy birthday to you!Happy birthday to you!Happy birthday dear!Happy birthday to you! なんか音が変だよね。Happy birthday to you! おめでとうイエーイということで、お誕生日おめでとうございます いつもかっこいいアバタだなって思っているんですけど何かわかんないので何かぜひ教えていただきたいなと思います中坂みえちゃんへの愛をもっと深めていく一年にしていただきたいのでこれから今日から中坂みえちゃんのことを毎日眺めてもっともっとメロメロになっちゃってください一生中坂推しですお誕生日おめでとう <laughs> おめでとう <laughs> おじさんに並んでも誕生日来ないでほしいと思います年取りたくないもん19歳になるの結構ゾゾゾってしますゾゾゾってします <laughs> 明日今年初め羽ちゃんよろしくねということでよろしく温 <laughs> かい世界だ温かい世界です中坂のショールームに来るだけでたくさんの人にお誕生日をお祝いしてもらえる推しからもお祝いしてもらえる 幸せ空間じゃないですかこれをハッピーハッピーランドと言います <laughs> 今日で今年の契約者様20名超えましたということ、ね、少ないねもう60名くらいいってるつもりだった <laughs> JK じゃなくなったらバブに転生するんでしょえバブに転生してもいい転生しても君が君が好きな僕だ <laughs> 何言ってるの <laughs> 何言ってるのハッピーランドだよ <laughs> はい先週誕生日でしただっておめでとうハッピーバースデートゥユー,ーハッピーバースデートゥユー,ーハッピーバースデーディアフさんハッピーバースデートゥユー,ーお誕生日おめでとう <laughs> ということでお誕生日おめでとうございます。 えでもずっっと気になっています何者だろうかと <laughs> 何者だろうかってね何な,な,なんだって思ってるかもしれないですけどなんかよくショールームには来てくださると思うんですけど私ギフトとかも投げてくださってると思うんですけどちょっともうまだ中坂が知らないことがたくさんあると思うのでこれから中坂美羽ちゃんと一緒にねお互いのことを知っていたいけたらなと思いますので是非何者かを教えにあの遊びに来てください。 トーク会や握手会などにねということでこれからも <laughs> 末永く中坂美羽ちゃんのことを一生押してくださいでも一押しは中坂美羽ちゃんじゃなさそうだけど全然中坂は何押しでも押してくれるだけで嬉しいのでぜひ何もかを教えてください一生中坂美羽押し 詳しくはまた明日ということあ来てくれるんですねじゃあ何者かまた教えてください詳しく <laughs> お誕生日おめでとうハッピーバースデー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 いや <laughs> <laughs> 少しは謎ががあった方いいいんじゃないあ確かにミステリアスはモテるって言いますもんね、まあ、中坂みゆちゃんもミステリアスだから多分こんなに皆さんにモテてるのかなみたいなそんな感じかな今日はおめでたいです今日はもう6人もお誕生日のお祝いしてますから多分今この21時から22時の間で私が今一番幸せな空間を作っていると思う <laughs> ねん <laughs> ミスステリアス要素どこにいやどっからどう見ても謎に包まれてる人間でしょう自分は12日前が誕生日でしたということでじゃあお祝いします12日前は3月3日だからまだ3月中だからお祝いしますか <laughs> いいですよ7人目わっしーわっしーハッピーバースデートゥーユー ハッピーバースデイトゥーユーハッピーバースデイディアフンフンさんハッピーバースデイトゥーユーお誕生日おめでとうお誕生日おめでとうございますでもどうですか中坂みゆちゃんじゃない子を最近よく見ているませんかいますよねそうですよねやっぱそうですよね <laughs> いやでもそうもともとねあれですね中坂みゆちゃん じゃない多分別に推しメンがね卒業しちゃって路頭に迷っているというか次の推しメンを誰にしようかなって思った時に中坂美羽ちゃんもよぎったけど本当はちょっと別の子に行っちゃったパターンですよね多分分かんないけどまだそんなにそんなにおしゃべりしたことないけど多分そうだよきっとそうだあ <laughs> でもでも結構中坂のことは多分ずっとな結構長く見てくださっていると思いますのでこれからもずっと 一生永遠に中坂みゆちゃんのことを好きでいてくれるのかなって思いますので中坂は何推しでも嬉しいのでこれからも一生中坂みゆちゃんのことを推してくださいお誕生日おめでとう <laughs> 自己紹介しに東海来てください <laughs> <laughs> そうじゃいイズリンさんもお誕生日ですけどイズリンさんが今日なんか結構かっこいいバイクに乗ってましたよね。 めでとうそうだみんな明日はさ自己紹介しに行なきゃいけないの覚えてますか <laughs> あ覚えてますえそうだよ。明日みんな自己紹介するんだよ。 だから中坂美優ちゃんの記憶に残るような自己紹介を是非してください。メロメロメロの復習しておきましょう。これスタンダード自己紹介なので、あの自分で自己紹介が思い浮かばなかった方は是非これをやっていただきたいと思います。今日も中ちゃんにメロ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 なまるまるでーすって、これスタンダード自己紹介なので。 ぜひこれ皆さんしてくださいあの自分の自己紹介に悩んだ方はぜひこれをやっていただけたらなと思います。<え> <laughs> 遠慮しとく恥ずかしい来週これやるのかはいこれスタンダードです。<laughs> 無本でもわかるのやばい。 それでは中坂さんの弦を溶かしますということで何でですか何でですか最高でしょハードル高くないスタンダードやばいやばくないハードルゴリ高かそんなことないよ。<laughs> ねえんでなんで,なんでみんなやるんだよこれ。あの恥ずかしくてできないって言ってくれたら全然一緒にやるよ。せーの今日もまるにあ今日も中ちゃんに「メロ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 ーなー」ってみゆが言って。 じゃあみゆがやってあげるわミュが今日もなかちゃんに「メロ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 ーメロンな」って聞くのでちゃんと「まるでーす」って言ってくださいそれだったらどうハードルが一気に1 0 0チくらい下がったよもう地面地面 <laughs> 貴重な剣をこれでれたええー、そうだよね <laughs> そうだよね。心の中に刻んでる。傷つかないで。めっちゃ盛り上げるよそれやったら。<笑><笑>ややらないですか。えそうブルドック一回怒られたことあるんですよね <laughs>、えー。ええ。 あやばい歌歌いたかった今日めっちゃね喉温まってるから歌歌いたかったなじゃあ歌歌います今日何がいいんですかみんなに聞こうリクエストまあでもあのこれはまあ冗談ってことにしといてあげるので、まあ、名前だけは是非教えてくれたら嬉しいなと思います ホワイトデーには歌わなきゃホワイトデー終わったのに歌ってないもんね名案歌ってないよね最近歌ったっけ歌ってないよね多分歌ったっけ歌ってないよね歌ってないよね多分 「教室は私」「一人きり日曜の午後」「大好きな彼の席に着きうっとりち手渡せなかった」 「チョコレートはママから教わった片思いレシピ」「ホワイトデには何か起きるのかな」「あげてないのに虫がよすぎるよね」「ホワイトデには私の気持ちが」 なぜだか通じちゃったりしてなんてねーメンバ明日ホワイトデーを渡します <laughs> <laughs> 女の子はいつもいい方に 考えるもの」「偶然に思い」「思われて結ばれたいし」「きっと来年も渡せないよ」「言葉を優先して愛を混ぜたチョコ」 「ハートのテレパシーキャッチできるのかな?お」「オーヘンリーの小説みたいにね」「ハートのテレパシーズズーしいのはもちろんわかっているけど」なんてね シュークリームの話聞きたいんだってあのシュークリームは中坂家の伝統なんですおじいちゃんが毎年買ってきてくれるんですけど激うまカスタード入りパイシューなんですけど <laughs> クッキーシューの中坂でもあのパイシューは最高に大好きです、ね。マジでうまい 「ホワイトデイには何かそわそわして」「期待しちゃうよ愛のサプライズを」「ホワイトデイには根拠はないけど今からうまくいく気がする」なんてね ということでホワイトデーにはお聴いていただきましたマジでうまい本当においしいあそうですねお言葉遣いがおよろしくなかったですわねとてもおいしいございますので皆様もぜひビッグボムと言います 食べてみて。はいかがでしょうか。本当に、うちは振ってくれるの嬉しいんだけど。今日は四年ぶりにまどかさんに会ったけど、ちゃんと覚えてて嬉しかった。すごい。四年ぶりでも、すごいですね。あ、もう五十分。わあ。そういえば、息子の彼女に言われた。息子の彼女、出来すぎでしょ。 明日の会場までの寄り道ルートにその店あるんだよねということでじゃあぜひ行ってみてくださいでは終わります来週自己紹介後にモノマネするんで笑ってくださいえ任せて笑う能力だけはマジ誰よりもあるかなははかんないどういう笑い方がいいですかえ面白い,かい,いかがいいかがいいか でもでももう本当におもろくてちゃんと笑うから大丈夫安心してください2ヶ月先になるけど5月26日も変わり始めますするよということで楽しみに待ってるねね明日何時に配信しようちょっと待ってね明日何時に配信するから決めるね明日何時集合だっけ10時はどう10時は十10時どう 10時,半にしよ <laughs> 10時半どう10時半ありじゃない <laughs> ありっすね10時半で <laughs> お待ちしてますでは終わります お仕事か、カービー。おりまちゅう <coughs> はたごさん、ブラーボー、ブラーボー ー。おるさんたらのタラン、オンプズナマサタラン、オンプモフさんたらのオンプ、ピースサンハト、セギサン、ウサギ着ぐるみさんハト、シロナコサタラン、オンプ、ダルマモトリワシシャワシロナコサタラン、オンプ、キさんナイユ、メネメロサタラン、オンプシロナコサタラン、オンプ、メネメロサタラン、オンプ、カイジュマシマロナコサカサタラン、オンプ、アカちゃんさんたらのオンプ、ピースサンダルマカイマシマロ、ハトペンライトシロナコサン、オンプ、ストリビリンコサマシマロ。 うるさめさんたらのオンプピースさんハートシンデレラさんシンデレラプリンセスおいいですねプリンセスさんお花え白猫さんハート悪魔ちゃんさんたらのオンプ白猫さんハートハート怪獣さん可愛いいえミオタンさんたらのオンプおばけさんたらのオンプルルルネコさんたらのオンプ白猫さんハートワンワンサタランオンプトトイセキさんたらのオンプメンドメロンサタランオンプミジンさんハートワンワンサタランのオンプ白猫さんハートワンワンサタランオンピースさんハートワンワンサタランオンクロミちゃんさんでインボ ダシガヒルさんマシュマロ、ズンダマさんハート。アザズリラクマさんタラン、のオンプシロネコサンタラン、のオンプアザズリラクマさんタランのメタラン、オンプピースサンハート。セントアキの猫さんタラン、のオンプアザズリラクマさんタランのメタラン、のオンプ、バレンタイン、中坂さん、ハート。ピースサンハート、ダシガヒルさん、ハートペンライト。アクマチャンサンハート、ルノネコさんハート、ウルサメさんタランのオンプ、ズンダマさんタラン、のオンプ、悪魔ちゃんさんハート、ズンダマさんタランのオンプ。 トトイサギさんタランオンブウルサメさんタランオンブアクマちゃんさんハートピースさんハートウルサメさんタランオンブガロウさんハートペンライトセントアキャナナコさんタランオンブオマちゃんタランオンブムキムキマチワンチャーさんハートペンライトワンワンサタランオンブエゴさんタランオンブメイドメロウさんかわいいワンワンサタランオンブダッシングヒルさんマシュマロ キムムキキマッチワンチャンさんハートペンライトメイのメロンさん結婚してワンワンさんたらの音符キーさんナイフミオタンさんたらの音符ピッサんハートワンワンさんたらの音符自転車ラスカルさんハートペンライトマシュマロシ長チオコさん、えー、タコさんミオタンさんたらの音符エゴさんマシュマロトートヨサギさんたらの音符ピッさんハートブブグーグ,グさんハートペンライト社長コさんたらの,オの音符たらの音プセンターノノコさんたらの音符ピッさんハートストロベリーニャンコさんたらの音符 さんハート社長こさんたらのおんぷピースさんハートダンシングがひるさんハートペンライトメイドメロンさんたらのおんぷあくまちゃんさんハートリボンクロミちゃんさんハートペンライトメロンクリームソーダクマさん結婚してルンルンネコさんカラフルペンライトピースさんハートあくまちゃんさんたらのおんぷパリスさんハートメイドメロンさん青サイリボンクロミちゃんさんハートペンライトメイドメロンさん白サイオレンジサイあくまちゃんさんたらのおんぷピースさんカラフルペンライトとトトイサギさんたらのおんぷダンシングがひるさんマシュマロ ピスハートハート、アシュラスさんアオサイ、エスキーのクマさんハート、オバケさんマシュモロルンルンねこさんハートエスキーのクマさんハート、アシュラサンシさいイ、ウサギさん結婚して、トートエサギサンタラン、オンプーピースさんハート、アシュラさんオレンジサイ、ウサギさんハートペンライト、センターキャナナコサンタラのオンプ白のナコさんたタラン、オンプピースさんハート、オマシャンタラン、オンプウサギさんマシュモロ、エゴサンタラン、オンプムキムキマッチワンチャンさんハートペンライト、オマシャンタラン、オンプピースサハート、ウサギさんハートペンライト、メジン 思いを届け稲林キューピット <laughs>、えー、もモもはさんマシュマロバレンタイン中坂さんハートルルルネコさん結婚してピースさんハートブーブーグーグーさんハートペネライトセンターケナノコさん結婚してピースさんハートウキーさんお花ピースさんハート人耐忍者さんパチパチウサギさんウサギ全然ウサギじゃなかった。 いちごーキさん、ハートルンネコさん、ライフシャコーキドグさん、ハート白のノクマさん、マシュマロネギネギさん、コバンピースさん、ハート、ズンナマさん、ハート、限界忍者さんタランのオープンピピさんタランのオーピースさん、ハート、ハート、ムキムキマッチワンチャーさん、マシュマロ限界忍者さんタランのオープピースさん、ハート、シャコーキドグさん、マシモロメドメロンさん、マシュマロネコさん、お花ナ、エガロウさん、マシュマロピースさん、ハート限界忍者さん、可愛いピースさん、ハート、エゴさん、マシュマロ限界忍者さん、結婚して、エゴさん、マシュマロ、シャコーキドグさん、マシモロ、ピースさん、ハート、 えー、エゴさんマシュマロバレンタイン中坂さんお花白のマさんハートペンライトピースさんレインボー限界忍者さんタラーの音符、えー、カエルさんハート限界忍者さんレインボーレインボーハートルルンネコさんハートワンワンさん可愛い,い結婚してありがとうございますそこにもギフト投げてくださった皆さんありがとうございますイェイということでありがとうございますイェイエイェイイェイということで皆さん 今日も配信を見ていただきありがとうございます。配信間際にこんばんちゃんということであ終了間際にでしたね。こんばんちゃんということで今日もたっくさんのギフトありがとうございます。嬉しいです。では読めなかったやつもあるんですけど全部見えてました。ありがとうございます。それではランキング読みます。今日の中身73位はデカデカデカデンウサギの着ぐるみの豚のふんふんさんです。ありがとうございます。 ということでありがとうございますおめでとう。では二十位から読みます。いきます。せーの、怪獣さん、ルンルン猫さん、ブーブーグーブーさん、ん、ガロンさん、おめえキルキル白のお猫さん、ピースさん、限界忍者さん、ありがとうございまーす。ということで今日の二十位から十の皆さんありがとうございまーす。<laughs> せーのって一緒に言ってるけど一緒に口に出して読んでくれてる人ゼロ人説 十三位、さあありがとうございます。メイドメロン、おかえりなさいませ、ご主人様。十二さあありがとうございます。リボンくるみちゃん、十一さあありがとうございます。とトヨギピュンピュン10位サギ、ぴょんぴょん。十二さあありがとうございます。しゃーンシ えー、9位 <laughs> 3ありがとうございます皆さんはたごんさんと一緒にうどん食べに行く行く <laughs> 8位 <laughs> 3ありがとうございます SK に出てきた元気娘、えー、7位 <laughs> 3ありがとうございますストライク <laughs> ストライク6位 <laughs> 3ありがとうございます夏またペン最近よく聞いてる

そして今日の1位は。ドド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 ドンですせーの。ガロさんありがとうございます。ガロさん。ということで今日も皆さん会場見ていただきありがとうございました。コメントしてくださった方お部屋ギフト投げてくださった方もありがとうございました。そして今日はたくさんの7人8人皆さんがお誕生日だったということで今日今日お誕生日だった方少ないんですけど。 <laughs> 少ない一人一人しかいなかったかもしれないんですけど8人の方が8人7人の方のお祝いができてすごくラッキーセブンの一日でした <laughs> ということで皆さん今日も配信を見ていただきありがとうございました今日の3連単予想は最高ですから最高357あれえ7強 <laughs> 7強でしたインテックス大,大阪で握手したことあります ということで、5303盛り上がり、めっちゃ盛り上がってる。ありがとうございました。コメントしてくださった方、星やギフトを投げてくださった方もありがとうございました。中坂は今から、ホワイトデー、パパ坂からのラブリーケーキを食べて寝たいと思います。皆さんもいい